桜並木が綺麗な新戸南に来ています。今回はこの4月にオープンした戸田市新戸南多世代交流館さくらパルをご紹介します。子どもも楽しい、大人も楽しい、さくらパル。新戸南庁舎の1階2階に4月から新しくオープンした新戸南多世代交流館さくらパル。さくらパルという愛称は市民の公募により決まりました。4月6日の日曜日にはオープンを記念した開館記念イベントが行われ、地域の子どもから大人までが多彩なイベントを楽しみました。子育て世代の多い戸田市、その一方で今後は急速な高齢化も予想されています。こうした中、子どもから大人までの多世代の交流や多様な文化を持った市民同士の交流ができる場所として地域密着型の施設が誕生しました。それでは戸田の名前がついた昆虫、戸田セスジゲンゴロウをモデルにしたゆるキャラ、少年剣士ゲンちゃんと一緒にさくらパルを1階からご紹介していきましょう。こちらは市民ギャラリー。今日は桜に関連する絵画や写真が展示されています。市民の作品展示や交流スペースとして利用できるそうです。こちらは防音にも配慮されている音楽練習室。利用の際は申請書を提出して1時間あたり300円で利用できます。戸田市のご当地ヒーロー最強戦隊ドテレンジャーのショーで大盛り上がりのこちらの場所は、広さ約160平方メートルの多目的室。防音仕様で2分割の利用も可能。講演会やダンスレッスンなどに利用できます。こちらも利用申請書の提出が必要です。1階でゲンちゃんと別れ2階に上がってきました。ベンチが配置された広々としたラウンジ、交流スペースとして利用できます。こちらは図書コーナーですね。今日は大人と子どもが一緒になって昔遊びをしています。そしてお隣は談話コーナーです。押し花体験が行われていますね。そしてさらに奥の方には
カラフルなマットが敷かれているプレイルーム。たくさんの子どもたちが楽しんでいますね。このフロアには授乳やおむつ替えのスペース、赤ちゃんの駅もあります。あ、トモピーだ、トモピー。今日は戸田市ボランティア市民活動支援センターのイメージキャラクタートマピーも遊びに来てくれました。プレイルームの左側には和室があります。通常は交流スペースとして使用していますが、夕方4時以降は有料で貸室利用も可能です。そして2階には最大120人が入れる会議室があります。使用人数に合わせ3分割も可能で、無線LANも完備しています。こちらも利用には申請書と使用料金が必要です。また2階には有料で使用できる印刷機や複合機などを完備した印刷室もあります。以前教育センター内にあった戸田市国際交流協会もこちらの桜パルに移転してきました。多世代交流館ということなんですが、どんなことを期待しますか？そうですね、戸田に子どもたちがたくさんいるので、子どもたちとか、あとはお年寄りの交流の場にしていけたらなと思いますけれども、していってもらえたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。年寄りなんで、こういうところに来ていろいろなんかイベントだなんかがあるときは来てね、楽しく、それであと普段もね、寄って本なんか読んだりね、いろいろしたいなと思ってるんですけど、私は図書館が欲しいと思うんだけど、なんか見ると子どものあのみたいな、あなんでね、ちょっと図書館があったらいいなと思ってます。子どもから大人まで多世代の人が触れ合うことができるさくらパル。施設のテーマに合わせて7つの種を育てるそうです。それは出会いの種、触れ合いの種、集い合いの種、語り合いの種、学び合いの種、支え合いの種、助け合いの種。決まった。今後さくらパルをどのように利用していってほしいですか？この施設は市民の方にいろいろ意見を出していただいて決まった、内容が決まった施設ですので、本当に、多様な世代の方や、多様な文化を持った市民の方に今後幅広く利用していただければと思っております。さくらパルは新座南の勝負川沿いにあります。利用の予約申し込みやお問い合わせは直接さくらパルへお願いします。さくらパルでまた新しい出会いが花開き、コミュニティの輪が広がることを期待したいと思います。それではまた。